皆さんこんにちは。レアルステイト京塚店の管理用紙堀野です。今日は皆さんに食品添加物についてお話しさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいませ。食品添加物について皆さんの中で様々なイメージや考えがあると思います。そのイメージの中の一つとして、体に悪いっていうことや、あまり取らない方がいいというイメージもあるかと思いますが、日常の生活をしていく中で、食事をとっていく中で、食品添加物をゼロにしていくのはもう不可能に近い、 100% 無理と言っても過言ではございません。食品添加物はそもそも食品の製造過程において、食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加していったり混ぜていったりするものです。でその食品添加物の中には人工的に作られるものもあったり、天然のものから食品のものから作られるものもあります。食品添加物はお菓子類、パン、菓子パンですね、菓子パン、あとはカップ麺、冷凍食品など、その加工品に入っているイメージが多いかと思いますが、こんにゃくを固めるときに使うものでしたり、あとお豆腐を凝固させるにがりなども食品添加物の一つになるので、普段の食事から食品添加物をゼロにすることは無理なことですし、全てが悪いものっていうわけではありません。でその食品添加物の中でも、今日は摂取すべきではない添加物を2つ紹介させていただきます。2つ目は亜硝酸ナトリウム。これは何に入っているかと言いますと、ウインナー、ソーセージですとか、あとハム、豚肉をソーセージやハムに加工する時に使われる何かと言いますと、発色剤、色をよく保つために添加されるものです。基本的に豚肉からウインナーやハムは作られるわけなのですが、そのまま豚肉を置いておきますと黒く腐っていくと思いますが、いろいろ添加していって、ピンク色の綺麗な色を保つために亜硝酸ナトリウムというものが入っているのですが、一応国が定めた規定量、基準量はあるのですが、なので基本的には安全です。ですがその亜硝酸塩は発がん性があるということが分かってきています。のでウインナーやハムは普段の食事、朝ごはんですとかお弁当に使いやすい食品だとは思うのですが、健康上あまり摂りたくないものですので、できる限り避けていきたい食品になってあります。2つ目はアセスルファムカリウム。これはアセスルファム K と表示されることがよくあるのですが、これは何かと言いますと、甘味料、甘みをつけるものになっています。甘い飲料ですとかお菓子類に含まれていることが多いのですが、普通の砂糖の200倍の甘さをつけることができる添加物となっています。ほんの少しの添加で甘さを出すことができるので、食品を作る、加工する企業さんにとってはとてもとてもコスパのいいものとなっているので、最近ではよく加工品には何でも使われています。ただこのアセスルファムカリウムは他のものもそうなんですけれども、添加物そうなんですけれども、人の腸で分解することができないものがとても多くって、腸にずっと分解されずに残っていることがあります。その結果代謝調節を悪くしてしまったりですとか、あとアレルギーを引き起こしてしまったり、と少し今日だるいなっていう何か原因のわからない不調になることがとても多いです。またこのアセスルファムカリウムは脳内で快楽物質に変えられて、これがあれば元気が出るっていう、ちょっと麻薬チックなところが
あるので依存性も高いものとなっているので悪循環になっていきます。砂糖の200倍の甘さがあるということはほんの少しの量で甘みが出るのでカロリーゼロがカロリーオフと表示されることがとっても多いです。なのでそれに騙されて購入してしまうことってとてもよくあることだと思うのですが、実際はカロリーゼロではなかったり、その一袋とか一箱とか全部食べてしまうとカロリー発生していたりですとか、あとはそれ以上に腸内環境を荒らしてしまう原因になってしまうので、これが入っているものはとっても要注意なのであまり取らない方がいい食品になっています。最後に一つ豆知識になります。よく飲み物類で多いと思うんですけれども、ビタミン C と食品成分表、栄養成分表に書いてあることがあると思うのですが、あれはビタミン C が栄養強化の目的で入っていることはとてもとても少なくて、酸化防止剤としてビタミン C、アスコルビン酸っていうものなんですけれども入っていることが多いので、あ、これビタミン C 入ってる、ちょっとでもビタミン C 取れるっていうものではないので騙されないようにしてください。ちなみに栄養強化剤で入ってるビタミン C は食品表示の義務は免除されるので、実際栄養強化としてビタミン C 入ってるものもあると思うのですが、免除されていることがとても多いです。ただ酸化防止剤で入れるときは絶対に表示っていう義務があるので、法律があるので、だいたい書かれているときは酸化防止剤の目的で入っています。豆知識でした。本日も最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。レアルステートでは YouTube の他に TikTok、Twitter、Instagram をしておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。